はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで今日もやっていきたいと思いますけども、本日もですね、パリサンジェルマンに引き続きミランの FP のレベマの紹介やっていきたいと思います。ミランはこちらですね、ピョンテク、ロマニョーリ、ドンナルマ、ビリアス、ソー、チャルファノール、リカルド・ロドリゲス、カスティジェホということで、この8人が来ておりますけども、まあ狙いはやっぱりドンナルマとかになるのかなということで、一人ずつレベマの能力値見ていきたいと思います。まずはカスティジェホですね。カスティジェホですけども、かなり強いですよね、能力値的に見ると。で、スーパーサブ持ちなので、後半からかなり活躍するかなと思いますが、能力値ですね、オフェンスセンスがプラス1で83、ボルコンドリブルがかなり高いですね、プラス2プラス4で91、96、これはかなりエグいかなと思ってましたが、ボールキープ89でプラス2、グラウンダーパス、フライパスですけども86、89でプラス1プラス2、決定力はプラス1されてますね、84で、プレースキック、カーブがプラス1プラス2で87、90で、スピード瞬発が94、93でプラス1プラス2されてますが、スピ瞬かなり高いですね。で、キック力が87で、ボディコントロール87、スタミナ82で、あとは逆足は2と1で、コーンワン5ということになってます。で、適正ポジションは右ウィングと中盤どこでもいけるっていう形ですね。で、スキルはかなり有能で、ダブルタッチ持ってますし、軸裏ターン、足裏コントロール、コントロールカーブ、ミドルシュート、ワンタッチパス、スルーパス、マリーシアにスーパーサブということで、いや、スーパーサブ以外にもミドルシュート、ワンタッチパス、スルーパスとか持ってますし、かなり強くなってくるんじゃないかな。あとはプレイスタイル、ウィングストライカーということになってます。続きまして、左サイドバック、リカルド・ロドリゲス選手になりますけれども、能力値見ていきましょうか。オフェンスセンスが83でプラス2、ボルコンドリブル高いですね、85、81、ボールキープ82、グラウンダーパス、フライパスが85、93、あとはプレースキックが93でプラス5ですね、かなり上がってますけれども、カーブが88、スピード瞬発は82、81でプラス2プラス3、キック力88でプラス3、ジャンププラス3で81、フィジコン、ボディコンですけども、プラス2ずつで81、78、スタミナ84、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスが86、85、84ということで、後半5ということになってます。スキルはですね、ドロップシュート、バックスピンログ、アウトスピンキック、ロングスロー、アクロバティッククリアということで、プレイスタイル攻撃的サイドバックということになってますけども、まあどうですかね、フライパスかなり高いですし、あとはスピード瞬発が82、81なので、もう少し欲しかったかなというところもありますし、あとはピンポイントクロスとかもあってもよかったのかなと思いますね。まあただ左サイドバックに加えてセンターバックいけるっていうのもね、一つ長所かなと思ってます。まあちょっと後半後でこの能力はちょっとまあ微妙かなと思いますけども、まあ全体的にバランスを取れた左サイドバックの選手かなと思いますね。続きまして、ハカン・チャルハノール選手ですけども、チャルハノールもかなり強いですね。オフェンスセンスはプラス3で84、ボルコンドリブル95、94ということで、かなり高いですね、これは。で、ボールキープはカンストしております、99ですね。で、パス系は90、93でプラス2、プラス3、決定力83ということで、で、プレースキック、カーブもカンストしてましたね。これはかなり強いですね、プラス2、プラス4でカンストしております。スピード瞬発80、83、キック力93、あとはボディコン84、スタミナ87、逆足33で、コーン1ということで、スキルはコントロールカーブ、ミドルシュート、無回転シュート、ドロップシュート、スルーパス、バックスピンロブ、アウトスピンキック、プレースタイルはチャンスメーカーということになってます。まあチャルハノールなので、プレースキック、カーブが高くて、キック力93、さらにはね、ミドルシュート、無回転シュート、ドロップシュート持ってますので、ここら辺ミドルから打てるかなと思いますし、コントロールカーブ持ってるっていうのも一つチャルハノールのいいところかなと思います。まあ FP になってかなりカンスト能力が多くなりましたよね。ボールキープ、プレースキック、カーブがカンストということで、まあここら辺はかなり強くなったんじゃないかなと思いますね。続きまして、スソになりますけども、スソもね、意外とドンナルーマとかに隠れて有能かなと思ってまして、オフェンスセンスがプラス2で87、ボルコンドリブル95、93でかなり長いですね。ここら辺もやっぱりドリブラーかなっていうイメージですが、ボールキープ94、グラウンダーパス、フライパスが93、90ということで、ボールコントロールからフライパスまでが全て90台なんですよね。これはかなり強いですね。決定力81、ヘディング68、プレースキック89、カーブ95ということで、カーブはプラス5になってますね。スピード瞬発は86、88、キック力87、あとはボディコントロール89、スタミナ87ということで、コーン1、6ですね。で、スキルがエラシコ、軸裏ターン、足裏コントロール、無回転シュート、アウトスピンキックに加えてスーパーサブということで、いや、スパサブ持ちでこの能力はかなりエグいですよね。ボルコンドリブルとかもともと95、93ですけども、スパサブでかなり能力値も上がってくるかなと思いますし、あとはそうだな、足裏コントロール、無回転シュート、アウトスピンキック、ここら辺のスキルもいいんじゃないかなと思います。プレイスタイルはチャンスメーカーということで、適正ポジションもかなり広いですし、まあ後半からね、しっかり出して活躍してくれるかなと思いますね。
続きまして、ルーカス・ビリア選手になりますけども、能力値の方を見ていきましょう。オフェンスセンスはプラス3で80、ボルコンドリブルですけども、89、84、ボールキーブ84、で、パス系は91、93ですね。パス系が90台乗ってるのはいいですね。で、プレースキック87、カーブ79、スピード瞬発77、80、キック力84、フィジカルコンタクト79、ボディコン87、スタミナ81ということで、まあ、DMF の選手で、ここがもうちょっと惜しかったかな。ディフェンスセンス、ボールダッシュ84、85、アグレッシブネス87ということで、まあ、FP なので、まあ、90台近くだったり、90台には乗せて欲しかったかなというイメージですが、5案5ということになってます。ただ、スキルは有能ですね。ワンタッチパス、バックスピンロブ、低弾道ロブ、PK キッカー、マリシアにインターセプトということで、プレイスタイルはプレイメーカーということになってます。EMF なんでね、まあ、ワンパだったり、インターセプト、ここら辺持ってるのはいいかなと思いますけども、やっぱりディフェンスエース、ボールダッシュ、アグレッシブですが、もう少し足りないかなっていう感じはありますね。まあ、でも、パス系の能力値は高いので、まあ、ここら辺活かせればいいかなと思いますけども、まあ、ルーカス・ピリア入れるなら、もう一人ボランチの選手、ディフェンス系のね、能力が高い選手入れておかないと、ちょっと不安なところはありますね。続きまして、センターバック、ロマニオーリ選手ですけども、ロマニオーリも欲しい選手ですね。能力値の方を見ていきましょう。ボルコンドリブル80、76、ボールキープ76、パス系84、83でかなり高いですね。ヘディングが91、スピード瞬発85、80ということで、まあまあある、しっかりあるっちゃありますね。キック力82、ジャンプ94、フィジカルコンタクト94、ボディコン80、スタミナ91ということで、ジャンプ、フィジコンも94までしっかり乗せてますし、いいんじゃないかなと思います。で、ディフェンスセンスが99で、まさかのカンストということになりましたね。これはかなり強いんじゃないかな。ボールダッシュ93、アグレッシブネス93ということで、コンワン6に怪我耐性3ですね。スキル、ヘッダーインターセプト、アクロバティッククリアということで、プレイスタイルビルドアップですけども、まあ、スピード瞬発もまあまあありますし、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスかなり高いので、ロマニオーリかなり使いやすいかなと思いますね。まあ、最後の砦としてね、しっかり守ってくれると思います。そして続きまして、ピョンテク選手になりますけども、ピョンテクもかなり能力値上がりましたね。オフェンスセンスプラス3で94、ボルコンドリブル86、81、ボールキープ85、グランダーパス79、フライパス74、決定力がプラス5で98ということで、この決定力がしっかり上がっているっていうのはかなり評価できますよね。あとはヘディングがプラス2で91、で、カーブが76、スピード瞬発88、88でプラス3プラス2ずつですね。キック力が93、ジャンプ93、フィジコン92で、ここら辺もかなり高い能力値持ってますね。ボディコンが81、スタミナ89で、コンワン7というところもかなり評価できるかな。で、逆足もしっかり使えますね。で、スキルはちょっと物足りないかなってイメージですね。ヘッダー、ミドルシュート、ライニングシュート、ワンタッチシュートということで、プレイスタイル、ボックスストライカーということになってますけども、まあ、スキルもう少しワンパだったり、そこら辺のものがあればね、かなり良かったかなと思いますが、まあ、ただ決定力98に、スピード瞬発88、88、ここら辺しっかりあるので、ピョンテクかなり強いセンターフォードになってくるかなと思います。まあ個人的にピョンテクもね狙っていきたい選手の一人かなと思いますね。そしてラストはドンナルンマになりますね。まあ、ドンナルンマはもう言うことないかな。完全にもうミランの当たりですね。完全に当たりですけども、キック力91、ジャンプ89、フィジカルコンタクト91、ボディコン80、スタミナ82ということで、GK センス以下見ていきましょうか。GK センス、キャッチング、コラプシング、リフレクティングが完走ということになってます。クリアリングだけ98ですね。いやーもうかなり強いですね。クリアリングだけ、まあ、完走してませんが、まあ、ここはほとんど誤差ないみたいなもんなので、かなり強いドンナルンマになってくるかなと思いますけども、コーン7ということで怪我耐性3ですね。で、スキルは低弾道パントキックに PK ストッパー、プレイスタイルは攻撃 GK ということになってます。まあ、ミランの当たりって言ったら、まあ、ドンナルンマが1位でしょうね。ということで自分の方もですね、AC ミランのクラブセレクションを引いていきたいと思いますけども、個人的に狙いはこの4選手になるかなと思います。ピョンテク、ドンナルンマ、ロマニオーリ、スソということで、まあ1位はドンナルンマ。で、2位がそうだな、センターバックはちょっと足りないのでロマニオーリ。で、3位がスソかピョンテクということで、まあスソ欲しいですね、スーパーサブワークということで、ピョンテクはそうだ、まあケインがいるので、まあケインとピョンテクちょっと被ってしまうので、ドンナルンマ、ロマニオーリ、スソ、ピョンテクの順番で欲しいかなと思います。ということでガチャ画面、行きましょう。どうぞ。ということで、まさかの録画ミスで録画されていないということになりますね。いやいや、かなり悲しかったな。ということで、2つの意味で悲しかったんですけども、ドンナルンマ見事当たらずということで、悲しいですね。で、自分のね、AC ミランで当たった選手がこの3選手ですね。スソとビリアとスソということになってます。まあ、スソは欲しかったんでいいんですが、まあ、ピョンテクか、まあ、ロマニオーリかドンナルンマ、この3選手の中から1人欲しかったのかなっていう感じですね。まあ、スソは嬉しいですね。スーパーサブ
ぶ枠で後半からしっかり出していきたいと思いますけども、まあどんなルーマ欲しかったかなっていう感じですね。ということでね、本日の動画はここら辺で終了したいと思います。最後にこの動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。あとはインテルとリオのねクラブセレクションになりますけども、まあ今日中から明日にはね出すと思いますので、そちらもねご覧になりたいという方はぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では